膝ですね。膝はこれが、まず内海ですね。全部内海のシリーズです。これがこの2本 This is Sailing Japan Sailing 内海 USA アメリカ非常にカーブ大きいです。でこれは内海のアメリカだけですね、売ってるので、こちらはストレートのジョーです。主に使ってるのこれで、ほとんどストレート全部こればっかりです。トイプードルで、これは特別金色に塗ってもらってるので金はないです。This one is a sailing Utsumi Americas in USA. It's a straight and 8 inches. I love this one. But this color is original for mine. Only gold is mine. Another one is silver color. で、まあカーブもこんな形でなくならないように名前とかつけてくれます。アメリカは。で日本であと売ってるのは、日本のカーブだとこのくらいになっちゃいます。ちょっとカーブがストレートに近いですけど、まあ、それは使い分けてます。それとこのジョーの一番太いやつですけども、これはもうスタンダードプードルとか毛玉の犬とか来たらバンバン切っていくのには非常にいいです。あとはトイプードルの細かく切っていくの、ところを切るのはこれ使ってます。スイニングシーザーですね。こればっかりです、使ってるの。ちょっとしか使わないので、セットしたスプードルにもほとんどスイニングシーザーはこれです。もう一本しか使わないです。これが全部内海です。で、アルテロのはこればこの4つですね。This is アルテロシザー。こんな模様が入ってるので非常にちょっとかっこいいから仕上げに使うのが多いです。ほとんどこれで仕上げで使うの多いですね。この2色。それとスイニングシザーが、これはポメラニアンとか使うんですけど、 I use this スイニングシザーポメラニアンです。This is a change of percentage 35 25 15. これダイヤルで切れる量を変えれます。なので非常に1本でどのくらいのパーセンテージで切ろうかなっていうのが変えれるっていうのは非常にいいので、これ1本でポメラニアンとかカットするときは変えれるので、こればっかり使ってます。ポメラニアン I love this one and this one change of some percentage。 あとトイプードンの顔とかポメラニアンの細かいとこ切るのには、今このミニシーザー流行ってますが、非常に作りが悪いの多いですけど、これは新しく出てすごいしっかりしてます。なのでこれをミニシーザーこれ使ってます。トイプードルもロゼットにたまに使ったりします。あとはこれが、昨日ヤスが持っていっちゃったからヤスの、間違えてヤスのが入ってますけど、これまた同じマスターズ。This company makes scissor comb pin brush all. This is scissors, curve scissors. これはこのサイズで、このカーブで、非常にこれよりいいカーブは、今のところ世界中でないような気がします。I think this curve scissors is top class in the world.
ホトイプユースホトイプードルです。これよりいい株がなくて、もうこの2本を常に使いこなしてます。ただあのロゼットとかやっぱブレスレットなので、ただユースペフォアトイプードルブレスレットテイルロゼットフォーディスワンボディーザウツミディスワン、ボディはこっち使います。あと1個だけこのピンクゴールドの、これはちょっと高いですけど、これだけは本当に全部これらで切った後にもっとチッピングしようと思ったら、最後のチッピングには抗いは無理ですじゃなくて、チッピングにはこれがすごいいいです。ただまあもうあんまりないそうで、これがないとちょっと最後の仕上げ、撮影用とか読書で本当に勝負かかった時は最後これ使うので、ないとちょっと困ります。あ、今来た。あったら送ってください。もう一本欲しいです。何か質問ありますか？今のミニシザーはどこのメーカーですか？どれですか？これかな？これ？リスワン？アルテロ。これはアルテロです。黒いハンドルのミニカーブのメーカー、これです。はい。アルテロ。で、リスワン、ニューワン。トイプードル、ペットグルーミングザフェイス、サムヘッド、コンセントクリプトロゼット。If you want this curve, and, you ask Mrs. Wong. She coming Facebook, and, at, few minutes ago. Now she not come there, I think.You ask her. メンテナンスはどちらでできますか？はい、全部あのメーカーに送ります。マスターは日本で買えますか？はい、たまにあの読書に行くと業者さんがあの売ってます。ただあのどこっていうのは決まってないので、本当に見つけた時に買うしかないですね。あ、シーカミン、She coming、Instagram now. Maybe Facebook coming soon. Her name is Mrs. Wong. And this is、Master Scissors. ヤスが持って行っちゃったから、ヤス見てあの返してください。自分の持って行っちゃいました。Oh, now she coming Facebook now.これよりいいカーブはあんまりないです。もし欲しい人いたら今、彼女に問い合わせたらいいような気がします。問い合わせたらいいかなと思います。個人的に送るかどうかはちょっと分かりませんが、聞いてみてください。今、Facebook にもインスタにも両方来てます。マスターのカーブシーザーはちなみにおいくらですか？買った時2万から3万ぐらいだったと思います。これかなり前、こっちはかなり前です。で、このゴールドはちょっとオーダーしたので、忘れちゃいましたけど、ないです。もう何本しかないです。彼女が使っててすごいいいから、それそのままくれ、送ってくれって言って頼んだので、ちょっと値段わからないです。インスタの方は長谷川さんがちょっとお手伝いするそうですから、YouTube の方に載せてくれると思うので、もしあれだったら、オーダー先が載ると思います。自分もインスタと、Facebook と両方彼女の、なんていうアドレスあれをプットしますので、訪ねてみてください。彼女は英語も大丈夫なので。オーダーをしやすいと思います。If you want some scissors for masters, Utsumi have a U.S. Company in USA and Japan. Altair is Spain, and this one is Taiwan. All companies can speak English.
You asked on the Facebook. I put his Facebook page and page address and or Instagram both. 日本の人はこれはプラックさんで扱うと思います。うつみは日本にうつみがあります。でマスターだけないので、ちょっと個人的に聞いてもらうか、もしくはちょっと扱ってるのが日本だとベストワンさんで消毒のグルーミングやの用品を売ってる会社がありますので、そこに訪ねてみてください。まあ全体で見ると実は今こんな感じ。あ、見えますね全部ね。アルテロ、マスター。歌一番多いのうつみだから、うつみ、アルテロ、マスターって感じですね。でうつみの中でもこれはうつみ USA で、これはうつみジャパンです。うつみ USA、 うつみジャパン、アルテロ、マスターで、これがピンクゴールド1本だけ、これは日本ですね。 This one selling 宇都宮 USA、 This one is 宇都宮 Japan。 これ多分こっちでも売ってると思う。 Both I think this one by selling both 宇都宮 USA and 宇都宮 Japan both this one I think this one too and this one is Altero and this one the masterin Taiwan. This is the pink gold in Japan. 今使ってるのは全部でこの種類だけですね。たくさんあるんですけど、まあ宇都宮でもまだ他のもたくさんあります。だけど、まあ頻繁的にもう常に置いといて使うのはこの中の全部の中をどれか使うって感じですね。読書には全部持っていけないので。この中からその時に脳血質に合う犬をに合わせて選抜して持ってくっていう感じです。何か質問ありますか？字が反転しているのでシザーも反転してます。ああ、これ全部右利きです。はい、自分右利きなので右利き用のシザーです。これがだからジョーですね。うちのジョー、うつみ、これもうつみのジョーのタイプ、ジョーですね。でこれもうつみ、これがちょっとゆるいカーブのうつみ、うつみ、うつみじゃない、これがうつみジョー、はい、でこれがマスターのカーブですね。アルテロ、アルテロ、このパーセンテージ変えれるやつですね。はい、でピンクゴールド、これはちょっともうないかもしれないです。本人ここに来てるので聞いたら分かりますけど、あんまりないかもしれない。 あるのかな。あとは安いのも結構ここでは出してるので、練習用でしたらここで求めたらいいかなと思います。ただ昔みたいに非常に高い値段の10万するとかいうハサミは今ないので、この高くてもこの辺ぐらいですかね、ちょっと高いのと思います。この辺はまだそんな高くないです。この辺がちょっと高いぐらいですね。ストレートシーザーは1本だけ買うとしたらどれがおすすめですか？研修によりますけど、トイプードルだけでストレートチーザー1本だけ買うんだったら自分はこれがいいと思います。普通の人でしたら、女の人だったら特にこれがいいと思います。男だったらこっちでもいいんですけど、非常にこれが一番おすすめです。ジュニー来た。ジュニー、 I ask youWho is the, which one is selling Utsumi USA? This?
Listen to。 あの韓国にも今うつみは、うつみ USA が韓国にもあります。韓国でも、これらうつみは買えのシザーは買えると思います。平場ですね。はい、あんまりあのシザー自分細かくチェック、何が何度でとか細かいのとかそういうとかあんまり気にしないです。切れれば OK で、もらったので切れる、無駄がない、早くあの表面が綺麗にいくっていうのはもうそれで使ってます。ただあのこれらは本当にもうちょっと仕上げ用に近いですね。やっぱりたくさん切るって言ってもこっち見てバツバツは切れなくて、ちょっと仕上げながら切っていくって感じですね。12345宇都宮 USA、 12345宇都宮 USA。 ああ、いやこれアメリカでもこの辺はここまで売ってるそうです。今おすすめしていたシザーの名前を教えてください。海外のシザーの研ぎはどこに出しますか。海外宇都宮には、宇都宮に出した方がいいと思います。宇都宮ジャパンセルオンリー7インチはこれだけ、これだけ宇都宮ジャパンで売ってる、そうです。これはやっぱりあの自分は一番あの手にしっくりきておすすめです。あのとにかく疲れないですね、軽く動いて。海外のシーザーの時は真剣、でも海外で研ぎ出したことないので分かんないです。宇都宮に聞いてみたら分かると思います。それがいいんじゃないかなと思います。どうしてもグラインダー仕上げになるので非常に刃が削れるのが早いです。でハサミの手入れは、ハサミの手入れはこれ使ってます。アルテロ非常に楽です。あのスプレーでピュッとするだけです。非常にあのハサミの普段に使っててもこれでここの細いところでピュッと飛ばすだけで、クリッパーにも使えるし、ハサミの時にも使えるし、あのオイルでボタボタあの口を開けて汚れるっていうことがなくてすごい楽です。スペインでやっててもこのハサミの研ぎ屋さんがこのスプレー使ってました。I use a care, scissors care of this spray from Altero。 Altero です。あともう一つ必殺技で、どうしてもここにスプレーがついて表面が汚れちゃって硬くなっちゃうんですね、スプレーがついて。それでそれを取るのには洗うか、でもただハサミ洗うって非常に怖くて、ハサミ屋さんで綺麗にしてくださいって言うとこう研いじゃうんですね。全部こういう字が消えちゃうので、柄とか消えちゃいます。色なんかは特に落ちちゃいます。ですからそこ で使ってるのはこれです。で手入れ、これにもこれもよく手入れで使ってます。あの皮脂がついたり汚れがついたりしたらこれ使ってます。あの非常にこれもスプレーで、なんか汚れてるのないかな、これ手入れ全部しちゃったから。色は落ちなくて、こうやって拭いて、あの松ヤニが取れるのでスプレーも取れます。それで拭き取るだけで表面すごい綺麗になります。こいつついたスプレーとかが全部取れちゃいます。あのオイルだと取れなくて固まっちゃいます。だからこういうところの細かいところについたのもちょっとこうやってと綺麗に取れます。これをハサミ用に改良して作ってくれないかなと。これはあの農機具とか枝切りバサミとかにあの松を切るとヤニがつくんですけど、そういうヤニを取るスプレーです。でサビも出ないし、あの手入れにはだから
この2つ使ってます。他のオイルだとそういうサビとかヤニは取れないです。これおすすめです。他に何か質問ありますか？宇都宮の7インチのストレートシザーの名前を教えてほしいです。あ、わかんないです。これ、出しときます。見にくいかな。7インチってこれが、これで言えば分かると思います。先生と同じ手段使っても技術がついていくわけじゃないのは分かってるのに欲しいや。でも前はどんな手段使っても切れるからいいやって、確かに新しければ切れるし、うつみ、名前書いてくれました。手段何でもいいやって言ってたんですけど、年齢来て数を切ったりするとやっぱり一回頸椎のヘルニアをやってからハサミの悪いのを使うと非常に疲れるし肩凝るようになって、それから、何でもハサミはいいんじゃなくて切れるハサミに切り替えるようにしました。何か他に質問ありますか？Have some question to me?じゃあ次はスプレーとか手入れ用のスプレーとかシャンプーとかに行きます。1時間半なんで。